おはようございます。冒険 TV です。今日は、メーカーのね、研修が名古屋で、10時からやるんですけど、今ね、静岡で、今から名古屋に向かうと。で、とりあえずこの600位を、まあ、今日研修なんでね、まあそのまま帰り復習できるように600位で行きます。まあ事前学習も兼ねて、まあ昨日からちょっとね、使ってるんですけど、ナビ、今日はナビをちょっと入れていくんですけど、まあこのオーディオ自体がちょっと僕もね全然わかんないんだけど、プジョーらしいんですよね、もともとね。プジョーのシステムっぽいんで。で、正直プジョーって乗ったことがないんですよ、僕。なんかその辺はちょっと今やりながらね、やっていこうかなと思ってます。まああとこの高速でのね、運動性能とか、今充電が昨日ちょっとね、息子とこの車使わせてもらって20%使ってるんで、残り 79%。で、どっかで一回、急速充電して、まあ、どのくらいのね、電費消費なのか、その辺とかも、実体験でね、お客様に伝えられるように、まずはね、この車を知りたいなと思ってますんで、はい。よろしくお願いします。長旅、行きましょう。今、岡崎まで来たんですけど、やっぱね、高速はね、電気消費がね、激しいので、ちょっとね、高速充電しながら、まあ、この充電はね、自腹なんですけど、高速充電しながらちょっと休憩して、飯食って、研修に臨みたいなと思います。まあ、この600円に関して言うと、高速充電は、チャデマアダプターね、がいらないんで、まあ、このまま、ちょっと充電しようかなと思います。残り 39%。で、120キロ制限のね、今日新東名で来たんで、120キロ制限の区間120キロで走ってたんですけど、120キロで走ると、やっぱね、すごい食うね、電気をね。まあ、しょうがないっちゃ、しょうがないんですけど。ということで、どこで充電するんだ、これ。まあ、岡崎はね、よく来るんですけどね。小型、あ、EV チャージ。わ、ここか、ここが空いてるじゃないですか。うん、ここね、 EV のとこね。はあ、はい、ということで、できない、充電が、と。充電がね、まずね、 e モビリティっていうね、あの日産とかがね使ってるやつしかできなくて、ビジター登録がなんか使用中になっちゃってて、なんかできないっていうね、よくわかんない状況に陥ったので、で、なんか一人もなんか充電してる人いたんで、まあ結果的に言うとできてないなんかアプリ起動したんだけど全然できないので、とりあえず他にないのかな、充電、このエネオス系で充電器ないのかな。エネオス系だったらね、100% できるんだけど、ないと。こういうところにね、なんかちょっと、もうちょっと充電器あるかなと思ったんで、とりあえずないんで、ちょっともう一個先のサービスエリアまで行きたいと思います。ということで、こう、急いでスケジュールが決まってるときは、この充電しっていうのはちょっとあれだね、結構あれかもしれない。ちょっと傷を使うというか、なんかやだなって思っちゃったね、今ね。結構計画的に旅行のスケジューリングしないと、電気自動車の方では、特に高速はマジで電気消費が激しいんで、やっぱ高出力ね、ガソリン車と違って高速は電費が悪くなるんで、高出力をずっと保ってるっていう状態なんで、やっぱり街乗りメインが、まあ電気自動車の本来の使い方なのかなと、ちょっと改めてね、ちょっと思った次第でございます。ということで、ちょっと次のサービスエリアまで行ってみましょう。今ね、とりあえず刈谷に、さっき岡崎で充電できなかったんで刈谷に来まして、充電したい、 EV 充電したい。あれ、また
え、ここも e モビリティ、もしやの、よし、OK。なんでだよ、なんで予期せぬことって。はい、で今ね、カリア来て結局なんかeモビリティ充電できなくて、でさらになんか今大丈夫かな、なんか警告が出たんですよ。あ、治ってる治ってる治ってるっぽいな。とりあえず充電がないけどこれで行くか。よし、もうすぐね研修会場に着くんですけど、結局カリアインターでもちょっと充電できなくて、ちょっと理由は分かんないですけどね、車両側で予期せぬトラブルがありましたみたいなね、まあ、500E のチャデモアダプターでもよくあるようなね事象が出ちゃってまして、まあしかもなんか警告ついてね、この動画もしかしたらお蔵入りする可能性あるんですけど、まあ、とりあえず一旦研修行って、また帰りにねどっかで充電してね、帰ろうかなと。まあ充電できなかったら帰れないんで、まあ最悪レッカーでね。まあこの動画やばいね、多分カリアインターで復元 TV の視聴者さんにね、お会いしたっていうのが一件ありましたけど、はい、ちょっとこっちかなりね充電できなくてテンパってたんで、ちょっと恥ずかしいとこうお見苦しいね、とこ見せちゃったんですけど、大橋出口です、はい、右方向出口です。まあちょっとありがたかったですね。はい、さあまもなく研修会場に着きます。はい、行ってる気がする、行ってる行ってる気がする、ほら、サンキュー、やっぱいいですね、はい、ご検知日です。とりあえず e モビリティでちょっと充電できなかったんで、今エネスでね、充電します。So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate me.